じゃ、はい、はい、今日はですね、はい、はい、日本ハムファイターズの、いやー、なんか充実してましたね。そうですね、いや、してたっていうのは、今日サムスンと、韓国のチームのサムスンと練習試合があるんだけども、まず最初の居残り組と話ができて、でこっちの試合会場では新庄監督とじっくり話をしてきました。なんか充実してるわ。お、はいはい、結構ね、長い時間、まあ、そうだね、よく話してくれたし、はい、そうですね、まあ、今年はもうとにかく勝負の年と、はい、まあ、昨年はあの勝つということを、まあ、本当は勝てないって思いながらも勝つっていう思考で選手たちが戦ってくれないかなと思って勝つということを前面に出したんだけども、今年はもう運も寸も言わず勝負しに行く、まあ、そういうふうなあの力強い、ね、うん、言葉を聞けたんで、まあ、本当にあの底上げというかそういうこともできてるし、まあ、新庄監督の 1,2 年目っていうのは選手が争ってきても一軍を争ってるだけでレギュラーという争いには多分なってなかったと思うんだよね。でも今年はやっぱこう一軍からレギュラーの争いができてきてるから、これは見ててもそう思うし、だから非常に楽しみだなっていうふうには思いますね、はいはい、まずキャンプを練習、名古屋の猪狩組はねフリーバッティングをされてて、はい、そうだね、まあ、こちらでもね試合前だってことでバッティングもされてたんですけども、はいはい、やっぱり皆さんファンの方が気になっているこの新助っ人外国人たち、まあ、2名の、はい、レイエスと、まあ、スティーブンソン、これ打つか打たないかによっては すごくこうチームの順位に影響してくるなっていうようなね、はい、まあ、そんな感じもするし、あと、まあ、レイエスもうでかくてね、はい、パワーヒッターなんだけども、まあ、あのフリーバッティングで広角に打つような、まあ、そういうこうなんていうのかな、まあ、打率というかそういうことも思考の中にあるし、あとはねやっぱこう対外試合でやっぱ見てたんだって。そしたらやっぱこう変化球の使い方が非常にこうアメリカでやるよりは多いなっていう、ああいう見極めっていうのが大切になるなというね、まあ、そういうことは言ってたよね。本人にもね、実際に通訳を通して、そうそうそう、もう本人に聞いて、はい、ただその本人の目標とすれば、他の人に数字は言ってないんだけども、日本のホームラン記録を変えるぐらいちょっとやってみたいという、はい、そこに挑戦したいというようなね、はい、まあ、そういう心強い、はい、コメントが取れましたよ、はいはい、なんかこう我々が見ててもいろんな球団行った中でも、はい、トップクラスの飛距離を、いやー半端ない、あれは、あの飛距離は半端ないですよね。だから当たればいいけども、まあ、新庄監督にもバッティングコーチにも聞いたけども、でもこれは本当に使ってみなきゃわからないんだと、うん、日本にアジャストできるのか、そうですよね、うん、だからこれはまあパワーは認めるしすごいのは分かってるけども、だからこれはやっぱこう実践で試していくしかないなっていうようなことは言ってたよね。どうですか、豊さんが見られて率直に飛距離という部分では誰クラスですかね、今までの外国人とかと。あ、フィルダーとかバース、おー、ああいう感じの飛距離は持ってるよ ね、あ、むしろバースよりは上かもわかんない。電光掲示板壊しましたよ、壊した今日ね、びっくりしたけど ね、まあ、でも楽しみではあるよね。そうですね、はい、あともう一人豊さん、はい、スティーブンソン、もう教授みたいな顔して大学のね、大学のもうなんかインテリかっていうぐらいのそんな風貌だったんだけど、はい、まあ、話したもうきっかけが、いや学校の先生じゃないのっていう風な取っかかりから入っていったんだけど、めちゃくちゃ性格がいい、めちゃくちゃ性格がいいのと、あのタイプは結構日本で活躍する選手かなっていう風に思う、うん、というのはそのポイントがしっかりしてるというかさ、そんなミスショットがそんなにないフリーバッティングで、まあ、これは一つの条件だと思うんだけど、まあ、プロの選手だったら、まあ、フリーバッティングぐらい打てるだろうと思われがちだけども、でもその内容としたら芯をあんまり外さないね。それと自分をよく分かってて、ホームランというよりもやっぱこうライナー性の当たり、まあ、それを確実に打つようなフリーバッティングをしてたんで、あ、この選手は面白いなっていうふうには見た。うん、うん、なるほど、じゃあ結構使えそうな
ですね、まあ、ここからオープン戦とかも入ってきますから、まあ、そうだね、ただそのフリーバッティングじゃ分からないけども、まあ、でも感じは悪くないね、はい、ちょっと楽しみですね、楽しみ楽しみ、はい、そこからこうちょっと、まあ、向こうではね山崎幸也投手とか、はい、ね、加藤投手とか、はい、まあ、それで調整もされてましたけど、はい、まあ、万波選手もね、はい、いらっしゃったと思うんですけど、万波はねあの若さでもうレギュラー争いだよね、あ、まあ、レギュラー扱いですね、扱いなのね、はい、それがやっぱすごいなと思ったのはあの若さでレギュラー扱いをしこういう試合には連れてこないという、やっぱ自覚と責任だよね、それをしっかり持てっていうようななんか無言のメッセージが、はい、まあ、マンチューに聞くといやなんかくすぐったいんですよみたいな、まあ、そういうことを言ってたけどもやっぱり自分も本人も自覚しててやっぱこう責任持たなきゃいけないっていうのをすごく伝わってきましたっていうようなね、まあ、コメントしてるんで、それとやっぱホームラン王争いまたしたいというね、はい、で山川がソフトバンクに入ったんで、ね、これは40本50本いかなきゃいけないなっていうような数字のアップも非常に考えてたね、はい、うん、まあ、楽しみです、楽しみですね、はい、はい、そこからこう、ね、グラウンドを移しまして、はい、なんと今日開口一番誰が来てくれましたか、今川 ね、 ね、今川なんか家族みたいだからお父さんって感じで、お父さんっていう感じで、まあ、来てくれてね、はい、まあ、非常にいい笑顔で、うん、まあ、危機感もね持ちながらその中でもああいう笑顔を見せてね、寄ってきてくれるっていうのはすごく嬉しかったし、うん、まあ、結婚もしてるしね、だからそういう意味では、まあ、自覚もね多分芽生えてると思うし、はい、まあ、その後はもう新庄監督、そうですよね、監督が、うん、まあ、今川のことからついでに話すと監督だったら使えますかっていうコメントにちょっと困ったんだけどいや今のままじゃ使えないと、うんうん、だからそれは何とかしなきゃいけないでしょうねって言ったらそうでしょって言われた一周されたような感じだったんだけどでも豊さんだったら使えそうですねって言われました、ね、あ、そう使えそうですねとは言われたんだけどいやそれは使わないと、うんうん、だからレベルアップをねどんどんして結果も残していかないとね、うん、いけないなって、まあ、やっぱそういう意味では新庄監督と話をしたらやっぱ厳しさ伝わってきたね、うん、そうですね、だから清宮、うん、いやもう結果を残さないとあげませんよって、そうですよね、うん、それは2割8分20本打ってるバッターだったらそうは少しはコメントは変えたと思うけどってもうねすごいこう考えてるな、うん、うん、3年目ということで、まあ、3年目ということで3年目が一つの節目ということでね、今年勝負に出るっていうふうに言ってたけどもね、うん、だから、まあ、二遊間誰がいいですかねって聞かれたけど、まあまあ上川畑がやっぱこうショートでの一番手かなという、で、まあ、石井一成とか、うん、まあ、そういう選手の名前が上がってきてたけど、まだまだやっぱこう結果で勝負をさせるというようなところだよね、うん、でもそのレベルも昨年までとは違って相当レベルは上がってきてるからね、そうですね、うん、それと万波をああいう風にしたのは10試合を前にやると、これからだから10試合で結果を出せっていう、うん、まあ、そういうやり方も今年はするのかなっていう、うん、そこでチャンスをつかめるかつかめないか、うん、それはやっぱり本人がどう考えるかね、はい、そういうこともおっしゃってたね、うん、どうですかこうキャンプ、まあ、こちらねグラウンドでは今日ルーキーたちもいましたし、うん、新藤君とか宮崎君とか、いや新藤はバッティングいいね、うん、だけどなんかバッティングがいいけどキャッチャーとしてキャッチャーとしてはいいんだけどバッティングがとか、うん、まあ、いろんなことをこう考えながら使おうとしてるから、うん、これは固定にはならないかなっていうね、そこから抜けてくれれば、ね、固定には全然するんだろうけどもね、まあ、そのあたりがまだちょっとキャッチャー争いという部分は見ものってことですか、まあ、まあそうだね、うん、だけどねやっぱ相対的にこう練習見てても元気があるしで、まあ、まあそのしっかりした練習もやってるしね、それと勢いがあるね、うんうん、勢いがある、やっぱこうみんなでやろうとする、はい、勢い、まあ、新庄監督がやっぱこう常々言ってた、まあ、もうとにかくやるんだったら明るく楽しくやるじゃないか、うんうん、もうそういうのがもう十分浸透してるし、こう見ててもなんかこう楽しいね、練習も、うん、声も出るし動きもいいし、いやだから素晴らしいチームをねここに来てやっと出来上がってきたかなっていう、うん、まあ、新庄監督が言ってた、やっぱりいい土台を作らないといい家は建たないでしょって、うん、でも家をすぐ建てようとすると、ね、壊れてしまうと、だから今年からですよ家を建てるのはっていう、やっと地ならしができたという土台ができたというね、
まあ、そういうスタートラインに立てましたっていう、まあ、謙虚な言葉をねもらったけども、でも今年にかける新庄監督の思いっていうのはすごく強いものは伝わってきた。そうですね、ピリッとしますもんね。ピリッとしてる、はい、だから今年は、まあ、今までも甘くはなかったけどもより厳しくなると。もともと傍から見てたら、いや厳しいじゃんって言ったら、え、分かりますって言うけど、もう計算でいろいろやる人だからさ、だからなんていうの、今年はもう情も捨てる、やっぱ勝負に対しての情っていうのは絶対持たない人だから、だから本当に選手はねやっぱ覚悟してやらないと置いてきぼりを食らうという、ね、まあ、そんな感じ でしたよ。あとあれですよね、やっぱりなんか日本ハム、まあ、裏方のスタッフさんもすごいやっぱり豊さんとか、ね、社長まで、球団社長まで豊さんとかに来ていただいたり。いそうですよね、やっぱりこうマネージャー候補、そうですよね、あ、皆さんなんかね腰が低くて、ね、いやそれでなんかこう歓迎してくれて、ねね、で見視察行ってるのにありがとうございましたって、いやこっちが情報をいただいてるのにそういう言葉をいただいて、で、ね、で社長は本当に腰が低くていい人だな、はい、腰が低いからいい人じゃないんだけど、うん、やっぱそれが伝わってくるよね、いい人だっていうのが、うん、やっぱ本当にチームを勝たしたい、はい、そういう愛情がある、はい、まあ、社長さんだったな。そうなんです、あのエスコンフィールドができてこういろいろ問題があった時も試合中は自分の足で球場の中をずっと歩き回って、どんなことをファンの方が言ってるかを聞いてるらしいんですよ。まあ、まあそうだね、まあ、そういうのもね、はい、やっぱプロ野球だからファンサービスとして何が足りないかっていうのをね、まあ、非常にこう考えてるし、これはね新庄監督も考えてるんだよ、いろいろなこと考えてるから、はい、あ、頭の中疲れないかなというぐらい考えてるから、はい、いやだから本当にいい球団になってきたよね。そうですね、うん、なんか現場とスタッフもみんな一枚岩になってる感がすごい伝わりましたよね。まあ、それとね、あの選手たちも生き生きしてるし明るいし、はいはい、非常にキャンプに来てなんか楽しく帰れる、はい、ね、楽しさを持って帰れるような球団だったね、はいはいはい、ということでじゃあ今から試合始まりますんで、はいはい、じゃあ応援に行きたいと思います。今が頑張れ、はい。